どうも、漁師マサトです。さあ、今日はですね、まあ同じ瀬戸内海なんですけど、香川県のですね、丸亀市に来てます。主枠の漁師、太一さんのチャンネルにちょっとお邪魔してですね、ありがとうございます。まあ、普段やられてるゴチ網漁というですね、まあ伝統的な漁なんですけれども、それに乗船して、まあ体験といいますか、まあ見学といいますか、そんな感じで来てます。で、今、このゴチ網漁のですね、一番網なんですけど、太一さんの息子さんなんですけど、どうですか、一番網。そこそこ。あれやね、はい、あれ見える、浮いてるの。はい、もうちょっとしたら上がってくるんで、まあ皆さんもお楽しみに。取れる魚はほぼタイ、ね、この量はもうほぼタイで、このゴチ網はですね、愛媛県の方でも、うちらの漁港の方でもね、やられてます。ただまあちょっとね、やり方とか少し違うのかなって思うんで、まあその辺も皆さんに、まあできるだけ分かりやすく解説できたらなと思います。で、こんな感じよ。うわ、すごいですね。タイさん、どうですか。全然ダメ、全然ダメ。これやったら10番ぐらいやらなかった。10番。うわぁ。さあ、そしたら船の表に行って、目がするようなタイは生かして、でかいタイは生かして、もう安価なタイは氷締めするという感じですね。さあ、それでは2番網、やる場所に。もうね、このゴチ網は回数やればやるほどこのお金になるんで、もうさっと2番網やりに行きます。で、生かしてない足で胃袋を浮かせた感じで上がってくるんで、この生けすの中でちゃんとね、泳ぐように胃袋の空気を抜きます。最初めっちゃむずいよ。そうなんです。最初はね、この船早いね。愛媛県はこの漁法、ゴチ網はね、もっとちっちゃいエンジンじゃないとね、操業しちゃいかんのよ。そういうなんか、まああまり軟弱をしているような馬力制限があるんやけど、まあ、隣り合う県でもそれだけ違うってことよね。同じ瀬戸内海でもなかなか早いね、ほんまに。まあ今はそしたらやるところまで、場所を交わしたいと思います。はい。左の上のロープだけ出したんで、ここから網の部分に変えます。取り替えて出していきます。で、こう横から見てもらうと、幅がないと魚取れんっていうのはなんとなくわかる。だからこっちは浮きで、こっちは岩っていう重りをつける。で、この浮きがあるやろ、はい、オレンジ黄色、はい、これが上側についてる。なるほど。で、鉛みたいなのがあるやろ、はい、岩っていうんだけど、これが下側についてる。だからこの袖の高さはあれってことや、はい、あんなもん。右側を出していくって感じやね。はい。何メートルあった？何メートル？水深見てますね。 7.4。 結構浅いんやね。そしたら左側に今樽が上がってくるんで、回収してここの車庫に取り付けます。タイさん、馬力大きいから怖いっすわ。うちら15馬力なんで。
込まれてどこどこやる方がいいんだよ。頑張り400くらい400。まあ単純に比較するわけじゃないけどね、15馬力で漁船法の15馬力っていうなんかちょっとややこしいね計算があるんで、その漁船法の15馬力が70馬力80馬力ぐらいかな、確かそのぐらいだったと思う。でこれは400っていう感じですね。でケンちゃんこの黄色なんかわかる？黄色、それは魚を脅かして網に追いやるためのやつ。そうそうそう、これあるんとないんと結構違いますね大地さん。ああどうやろう、やっぱり気分的にはちょっと気分的にちょっとポジできようかなって思う。今これぐらい広がっとるけん、この網がある程度半分ぐらいまで縮むまでちょっとこだわってる。あこのまま回収したら乗ってないってことですか？あ乗らんこともないけど消防入れるけん前でこだわってけん、ああいうのもあるけど、あもうちょっと狭めの方がある程度だから。巻くときあんまりゴーヘ入れないんですね。一切ね、ストップで、あの前に消防ありますね。あれでこだわってる。でちょっと前来させてもらうと、で今からねさっきの2本を巻くんですよ。で巻くときに巻いていったら船が下がるのは分かる？あ分かります、重みで。はい。で船を下げんためにやるんですよね。はい。でこれなんて言うんですか？消防。はい、ああ一般的にはパラシュートアンカーで。ケンこれ覗けるかな、取ろっか。僕もねこの漁具はねパラシュートアンカーはね使用してるのは見たことないんですけれども、まあ、要はこれでこう船が下がらないように水の抵抗を使ってそうそうそう抑える感じらしいです。で愛媛県の僕の知ってるゴチャミ漁の人は後ろに下がらないようにするためには合皮入れる、全身入れる。はい。なんかその辺でやり方が違うんですね。カバーと違うな。漁師歴そんな長くないんですよ。2ヶ月ぐらい。あ、そうなんですか。はい、2ヶ月っぽくないね、この構え方が。貫禄すごいですで合図があったら下ろすんでしょうけど、なかなか今太一さんの方で、ね、ライブ配信もしてますけど、これだけパラシュートアンカーが脚光を浴びたのはね、もうこの先にもないと思いますね。カメラ2台向けて。はい。そうする。広がってる。こんな感じで、まあ船が後ろに下がるのをできるだけ、まあできるだけというかあの抵抗の分だけ食い止めるってことですね。で、剣後ろ行こうか。はい。さあこれで凄んできましたね。結構ねこれ長い印象があるんですけど、大さんこれ何メートルですか？ここで400メートル。400。800。ちょっとなんか長いような気もしますね、うちらの方とは。これは怖いやろ。怖いです。音がやばいやろ。多分編集でちっちゃくなってるんですけど。あそうやな。感全然違う。やっぱ現場に来ると全然違う。はい、でこれが俺がここにおって、あれが何かの拍子に上に変わったら、パーンなんです。さあ。この辺まで巻いてきたらパラシュートアンカー上げて少し合皮入れました。全身を入れて巻くって感じですね。でケン、これがさっき俺が言った上、幅の方、浮きの方、はい、でこっちが岩へ。この後に網がついててね。はい、網が見えてきた。でこれ一回回収したらまた3番網やるやろ。はい。その3番網にこう絡まんように直しながら巻いていく。合ってます。合ってます。はい。間違っとること言っとったから。じゃあこんな細い糸みたいな網でやるんですね。うん、そう。タイツはなんか軽くしてるって言ってたね。でもざっくり基本的に目は軽ければ軽いほど乗りやすいと思う。あ、そうなんだ。ただちぎりやすいからそのバランスやな。でこの右左は最終的にひっつくよね。はい。ひっつくからここ抜く。今つながってる。なるほど。これがちょうど中心部分ってことですね。ミトって言われたりする。ミトなぜミトっていうかわからへんけど、なぜかミトって言ったりするわ。でこの辺のミト周辺にバッてこうやって絡んで上がってくるようやったら後ろにいても結構おったりする。あこの辺でだいたいちょっと分かってきたりもする。なるほど。合ってますか？確かそうやったと思うよ。ゴチ網はね。
はい、という感じで2番網はこんな感じでございます。はい、タイさんいまいちですか？全然やな全然らしいで、ね、かっこ悪いで、ね、かっこ悪いで、ね、すみません、せっかくなんであのカットはしないんで、あ、こういう時もありますわはい、2番網はこんな感じでございます、はい、さっきカワハギ1匹もいなかったのに、そうやね、場所が違ったらな。何ぼか見えてますね、浮いてますね、うん、このゴチ網はね、浮いてくる、必ずタイやからね。タイさん、もちもちですか？いやもうちょっと欲しい最低の量ぐらいな、最低の量、常に乗っときおらんと。よいしょ、まあ一応今日一ということで、今日一、うん、まだまだね、こんなんじゃ満足されんと思うけど、もう全部？全部です、こないもん。小さいもん、どれ、ど、これぐらいまで？そうですね、左手の方は。いや、ここで。さあ、ケンちゃん、4番網やね。はい。ちょっと手伝ってみる、4番網。ちょっとやってみたい。はい、了解。大立ち剣。一番最初から直すらしいわ。はい。これは多分あれですね。一回巻いて。うん、何もしないことが一番の手伝いな気がします。それは言えとるか。よいしょ、お、肩がちっちゃいね。ほんまにまやんちっちゃいですね。もう一回でやめるぞ。はい、ここでゆっくりしようとタイさんに怒られる。ほんまにばっかりやな、これまた。結構おもろいですね、タイの道ができて。結構多いやん。はい、もう今日は終了します。はい、諦めも感じ。どうした、ケンちゃん、今日の漁は。いや、めっちゃ面白かったです。面白かった、ね、どこが面白かった？どこが、なんて言うんでしたっけ、あのネットローラー、ネットローラーの、うん、洗車機。洗車機って何？ああ、前の表の違うって、シアンカーじゃなくて何洗車って洗車、車洗うやつ。ああ、洗車機、はいはいはい、 あれが面白かった。どこに目つけとんの？でもこの終わりが一番いいんじゃないかなと思って。おお、僕ら一番終わり良ければというやつですね、はい、よしよいしょ。少ない少ない言いながらも結構こんだけですか。上等っすよ。めっちゃ多く見えます。上等。で、この中がダイ。ダイ。根がええやつやね。そしたら魚売りに行くみたいなんで、その様子もせっかくなんで、お届けしたいと思います。なんだよ、このくらいは。もうロッコったらやないか、この黒いやつ。さっきちゃん、これがいわゆる出荷作業やね。はい。こんな感じです。もうすくって渡すだけ。ひたすら。結構多いね。結構多いですね。さあ、タイさん、どうでした？全然やな。全然。この3倍の量ぐらいは取れんかったら、うん、これやったら日当と油代で終わりぐらいじゃん。ケンちゃん、ビビってますよ。これで少ないんや、言うと。いや、金額に直したら何もあるやろ。あ、教えてくださいます。どれぐらいになるやろ。安いけんな、今。50万ぐらい。バカな。50万あったらほぼ奥よ。どれぐらいですかね。あの、6、7万ぐらいじゃない。6、7万。ああ、安いっすね。どう思う？ 6、7万って聞いて。え、でもこの量で、うん、そんなもんなんや。ああ、やっぱ思うんやろな。そんなもんやろ。安いんですよ。特にあのね、締めでやったやつが安いんですよね。その大きい一人やつやったら1000円とかですかね。いいやつが。はい、という感じで。まあ、今回のコラボこれにて終了ということです、はい。まあ量はね、まあいい日もあったり悪い日もあったりするんで、まあその量はな、ちょっと強がりんじゃないけど、はい、わざと取らんかっただけ。出すも取んじゃん、そこにさ。なるほど、あえて強がりやけど。また来いと、また取りに来いと。そう、はい、やっぱ最初はね、これで第1弾のコラボでよけ取れたら第2弾じゃあどうするんやっていう話になるんで。そうやな、はい、次、はい、また次回ええ時になれば、はい、ぜひ、うん、ね、面白かったね、はい、めっちゃ面白かった。めっちゃ面白かったらしいんで。めっちゃ怖かった。さっきおらんでたけど。あ、さっきはめっちゃ怖かったです。、はい、ということで、まあ、昨日ね、太一さんの
経営してる居酒屋マヤさん、丸亀駅の近くにあるところに行ってるん でそちらで今から映像差し込むんですけど、まあ、太一さんが怖いか怖くないか、ね、分かると思うんで優しいのか分かります、はい、ということで、まあ、丸亀に、ね、こういう漁師さんがいらっしゃるという、ことが、まあ、分かった動画でいい動画になったんじゃないでしょうかという感じで終わりましょうか、はい、ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。またお願いします。またお願いします、はい、さて漁が終わってやってきました、はい、なんとあの太一さんは、居酒屋をね経営してこの夜は店主さんになるということなんですけど、まあ、その鯛が食べれるということでちょっと板前の太一さんにお会いしていきましょうか。忙しすぎるやろあの人は。本当何でもやるんです。何でもやりますね。おいらっしゃい、はい、板前をやってる太一さんです。えはい、ちょっと教わっていただいて。はい、それじゃあお邪魔します。よいしょ。タイツは何でもしすぎですよ。そこはあの僕はあの雇われやつの社長はあの、あ、そうなんですか、奥様って。あ、でも目の加速系じゃないですか。まあ、まあ、そうやけど。もうあの利益は全然ないけど。あ、本当ですか。もうお酒の利益ぐらいで食うも安いやん、まあ、見てくれたら分かるけど。なるほど。もうあんまり取ってないけど。タイツさん、タイってありますか。タイあるよ。せっかく、まあ、あれだけタイ取っていただいたんで、まあ、サバとタイと伊勢海老やろ。伊勢海老はバサ焼きがいいか。何でも。あ、僕は生中いただいていいのか。剣は、剣はなんかソフトドリンクって。え、剣は飲まない。お酒飲まんの。お酒飲めないんですよ。飲めない。はい、飲む練習じゃないか。飲んだことがない。お前漁師になるやつは飲む練習じゃないんだ。お前漁師になれへんねん。じゃあ軽いやつってなんか。お、軽いやないわ。行ってみようか。ジュース飲んどけ。もうお前ヨット食べるだけか。あ、ジュースをコーラでお願いします。コーラ、はい、コーラと同じ飲む生2つ。やっぱ一見怖いけど優しいやろ。めっちゃ優しいですね。めっちゃ優しいらしい。とコーラ1つ優しいんだわしも。正直めっちゃ怖い怖い言われるけど、めっちゃ怖かったです、さっきまでは。口も悪いし、でもめっちゃ優しい、ね、大丈夫。なんか化け物が出てきましたけど。うちのメニュー、あ、タコうまいんじゃないですか。タコそうなんよ、タコうまいで、ええ、タコここのうまいですよね。あ、それをな、今日な、ぶっちゃけ言うたらな、ちょっと入れるも忘れとってな、今日だけないんよ。剣、帰るか。すまない、行くぞ。私は行く。じゃあ僕らタコこれでお届けできないんで、まあ、視聴者さん丸亀に来た時はぜひ、そう、はい、ここでしか食べれるね、あのタコ刺しは。あの日本全国探したら絶対食えれんけど、間違いない。ここでしか食べれん。ここでも食べれないか今日は。大さん、そうや、ないやないそうや、ないや、すまない。ケンちゃん来ましたよ。うわ、綺麗。綺麗。酒ぐらい飲めかんねや、お前。タイから行くか、タイから。はい、酒がええんか、女がええんか、どっちがええんや。ハーフラスも。発言がハーフラス。酒か女どっちがええんかって聞きよるで。ごめんなさい、ちょっと味わって食べたいんで。これよ、わしの話は無視されてます。冗談だけど、うまいな。めっちゃうまい。めっちゃうまいな。多分、さっきまで生きてますよ。ゴリゴリやね。はい。これ流行りますわ、大地さん。一般的な居酒屋出せませんもん、これ。うまいもん、力なきゃな。ねえ。ねえ、ケン、サバ食べたことないの、こっちの。こっちのはないです、ね。瀬戸内海の。はい。まず、サバを刺身で食べることが、あ、ないかもしれないですね。まあ、確かに。反応せないか、反応。これ、例えようとしてるみたいです。なんか、ね、考えよう。なんか考えてるみたいですよ。うまいやろ、でも。最初はなんかコリコリやなんですけど、うん、食べたらねっとり。ねっとりするやろ。はい。そうそうそう。あ、コリコリとねっとりを両立しとるかもな。そうですね。タイちゃん、伊勢海老もあるんですね。あるよ。じゃあケンちゃん食べてみて、感想聞かせてみて。はい、感想。また無言になるかもしれないですね。いただきます。どうですか伊勢海老食べた。あ、食べました。感想は。感想は怖いよ、怖い。やっぱり怖いです。